今回はパイレーツさんね、まあ、バチコーン、ユウさんのでパンパンでね、一気に抜け出したんだけど、正直、セミファイナル突破だけを考えたら、今日の結果はまあ悪い結果ではないよね。まあ、ライバルのね、セミファイナルでのライバルになるであろうファイトクラブとアベマズがポイント伸ばさなかったわけなんで、まあ、セミファイナル突破だけを考えたら悪い結果ではないと。ただ、パイレーツは抜け出しすぎたけど、まあ、パイレーツはもう、ファイナルできっちり、捉えるぜっていう気持ちですね。はい、僕的には。うん。まあ、皆さんもね、いろんな思いあるだろうけど、まあ、僕的にはそんなに悪い結果ではないかなとは思いました。うん。そう、半分半分になるから、例えば今880ぐらいあるんだっけ？うん。870とか80あるけど、次で半分になって420、40ぐらいになって、ファイナルは220とかになるんで、半分になったらね。220と考えたら全然まくれないやつじゃないので、まあもうセミファイナルはさすがにしょうがない。一枠少ないと思う。うん。パイレーツはさすがに決まったと言ってもいいぐらいだと思うから、まあセミファイナルはちょっと枠がね、6チーム中4チームから5チーム中3チームに減ったと思うんだけど、3チームに入れる可能性はまあちょっと上がったのかな。わかんないけど、悪くはないかなとは思ってますね。セミファイナルもね、どうなるかわかんないんですけど、とりあえずファイナルに残れば半分になって、ファイナルはもう思い切り腕振っていけるんでね、うん、去年残れなかったファイナル残りたいですね。まあ当たり前だけど、桜でファイナル経験してある僕だけなんで、うん、しっかり残りたいですね。ダブルリバル大活躍ありがとうございます。期待してます。あ、日暮れとはさん、現状パイレーツまで608ポイント弱、ファイナルには170ポイントまで縮まると考えて、桜ナイツの2度目の優勝は全然現実だけど思ってます。ポストシーズンの渋川さん、堀さん、内川さん、岡田さんの爆発期待します。桜ナイツ頑張れ、ありがとうございます。ナイスバレでます。正直優勝は全然現実的ですよ、もちろんね、うん、もちろん現実的なんだが、実質やっぱ5チームで3位を争うで、まあ現状だと、まあ、桜ナイツが、まあ、プラス100ちょいで、ドリブンズがプラス200いかないぐらいで、ファイトクラブとアベマズがプラマイゼロ付近で、風林火山がちょっとマイナスぐらいか。まあでもそんな圧倒的リードではないんでね。まあこれからですね。はい。セミで負けたらダメっすね。プラスだったら通過できそうだけど、負けたらきついかなぐらいの感じはありますね、やっぱり。そう、桜ナイツね、入れ替える規定に引っかからなくなったっていうのはね、本当に今年はみんな忘れてたと思う。入れ替え規定の話。なんせ桜とパイレーツが普通に調子良すぎて、全然その入れ替えの話題なかったから、今年は忘れてたと思う。みんなが忘れるぐらいの成績でね、いけたらよかったですね。うん。来年もより、まあもちろんね、渋、ちょっと、森さんに呼び出された渋川さん、ちょっと、来年はなしでって言われる可能性もあるけど、まあちょっともう一年は見てほしいよね、というね、通過したんだとしたらもう一度見てほしいよねという気持ちはありますよね、やはりね。うん。まあでもレギュラー突破条件になったのは本当に嬉しかったね。うん。だってセミは半分になってやるからさ、だってパイレーツさ、首位でレギュラーシーズン通過してさ、セミで負けたわけだから、ああいうのあると怖いよね。だからやっぱレギュラーだけになったのは、まあ、嬉しかったね。だからビーストさん参戦は嬉しかったね、僕的には。うん。みのりちゃんが言ったら渋解説受けはほぼ笑い話になってるから、でも、本当に、あれが笑い話になるのはいいことだけどな。うん。場合によってはもう大炎上だからね。渋ならまあ言ってもええやろみたいな感じでね。僕もそういう感じだし、うん。まあそういうなんか、渋ならまあ何言ってもいいかみたいな空気になってるのはいいかな。いいことですね。本当に場合によってはもう大炎上だからね、本当に。シブは全然怒ってないね。うん。むしろなんかやっぱ僕としてやっぱ腫れ物に触るよりはそっちの方が僕はいいかな。うん。もちろん人によるだろうけど、僕的にはそうかな。うん。僕は全然言われていいし、言われてほしいぐらいだけど、うん。言われてほしいぐらいは言い過ぎかな。まあ言い方ってもんがやっぱこのにはあるじゃん。例えばさ、ねるちゃんみたいに、なんかいじる感じで言ってくるならさ、おもろいけど、例えばさ、X で、うん、もう、来年は M リーガーじゃないんだから、就職先探しだよみたいな感じで来られたら、それはちょっと意地悪じゃんみたいな感じだね。そういう感じよ。まあ言い方とか関係とかありますけど、僕は全然いじられる分には全然バッチ濃いかな。うん。まあでも普通に支部は解説をもっとやってほしいっていう声は根強くありますね。未だに。うん。根強くある。うん。まあ僕も解説は結構好きだけど。でもね、うん。
今のエブリーグ解説陣充実してるよね。不動のエース土田さんに河野くん、村上さん、藤崎さん、朝ピン、石橋さんと、なんか結構カラーの違う人が集まってて、たまに外部から呼んでと。なんか全然解説陣は充実してると思いますけどね。実況はもう一人いてもいいよね。もう一人いたらちょうど週1、4人になるから、まあまあまあちょうどいいよね。でもやっぱな、日吉さんが週1になると寂しいっていうのはあるよね。ももさんはね、いや本当にこれは僕よく言ってるけど、ももさんはね、プレイヤー1本でやってたらエブリーがなってるよね。でもももさんプレイヤー以上に実況が上手すぎたんだよな。浜口さん、桜井さん抱き枕販売しませんか？あと今シーズン役馬大賞を期待しますね。ナイマルされます。抱き枕はまあ販売しないだろ、普通に考えて。普通に考えてしないんだよ。風林火山がもう本当に特殊なだけで普通はしないわけよ。今シーズン役馬第1号は頑張ります。ありがとうございます。でも役馬はもうね、授かり物なんでね。はい。しないのか、しないだろ、そりゃ。そりゃしないだろ。あれは本当に風林火山さんが特殊なだけであって、はい。堀志望出しても何の意味もないから。